ですね、月曜シャンソンコンサートやりきることができました。皆様お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。この番組ですね、もうですね、ハイテンションシャンソンバラエティということですんで、どん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 もう皆様、ハイテンションで、お届けしてくださいというわけです。すいません、薄いね、これ随分。はい、こちら無視してください。はい、では、つづらかおるさんから、よろしくお願いします。どうぞ。今日はありがとうございました。はい、久しぶりに出させていただいて、とっても楽しい時間を過ごすことができました。はい、ありがとうございます。楽しくていいのよ、楽しかった。毎度毎度のお知らせなんですけれども、はい、こちらのシャンソンマガジンの方に、毎回毎回埼玉の担当としてね、記事を書かせていただいてますので、まさに日本で唯一のシャンソンマガジンですからね、皆さんね、よろしくお願いしますよ。はい、はいはい、ぜひぜひ、ご購読の方よろしくお願いいたします。はい、CM です。宣伝でした。シャンソン教室の方からですね、お越しいただきました森明夫さんです。どうぞ。こんばんは。すごい実力派なんです。実力派なんです。はい、どうぞ。今日ね、1年ぶりぐらいで出たんですけどもね、やはりなんていうかな、少し調子が出なかったかなという部分もあるんですけども、いやね、やっぱりね、使ってないと出ないですからね。あるんですけどね、だいぶ歌わせていただいて本当に嬉しかったです。はい、それからあと、トマ先生が今度マダムご隠居っていう名前に変わりみたいなので、そうだね、だってネロがさ、私ただ単にご隠居って言ってんだもん。マダム隠居なんです。ご隠居勝負ですね。ご隠居勝負、ほら、ご隠居勝負になったよ。また改めてご隠居で言いながら勝負なんで、皆さん買ってください。ご隠居さん、ご隠居勝負わけがわからない。ご隠居、あれなのかね、あるんですか、イアンね。そう、イアンね。そう、ご隠居勝負にしてください、お願いします。あんまりね、イアンフはやめて、やっぱりね、勝負にして。勝負ね、ご隠居勝負でございます。ご隠居勝負で歌います。はい、私はね、春と秋、次回だけ出演させていただいておりますけども、毎回ね、いろんな歌手の方とご一緒できるのがすごいね、いろんな方にお会いして、いろんな歌も聴けて、すごい楽しい。いいですよね、今なかなかね、そういうところが減っちゃってるからね。今日もそう思いましたね。ではまた次回じゃ春ということで、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、では続きまして、本日の踊りを務めていただきました伊田裕子さんです。どうぞ。とても楽しく歌わせていただきました。ありがとうございました。で、新しくね、初めてお会いした方もいてね、で、こちらの方も初めてですよね。なんか先生が筋がいいと褒めてらっしゃったんですよ。いや、私もそう思いました。ありがとうございます。はい、でもね、本当にね、今日はね、楽しかった、すごく楽しかった。なんか、ふとこう見てみたら井出さん、今はまさことずいぶんヘアスタイルが近くなってきたと。あとね、今日面白いのはみんな黒なんだよね。そうですね。あ、あんただけがさ、いやいや、これ、井出さん、ここもちょっとさ、こう、緑と赤に染めたらさ、なんか、どこはまさこっぽくないですか。なんかこうカーリーのね、あれ、いや、ちょっとね、カーリーが大きすぎんだよ。大きいのね、ちょっと細かいもん。ほんと、ちびっちゃいよ。いや、近くのダイエーで買ったもんだから。カツラでした。あ、違う、地毛です。地毛か。なるほど。まあ、いざとなったら、竹虫かとかはまたこれ。わかりました、どうも。はい。ありがとうございました。はい。いや、なんか、私がお送りしたみかんが酸っぱかったとかね、なんかね、あんた、おいしい、自分で試して、あんた、酸っぱいのが好きって、あんた、妊娠してんの？いや、私はそうなんですけど、妊娠してるんですか？妊娠してるんですか？
したいよね。したいね。妊娠したいね。妊娠させてくれよ。待ってます。タレケン、タレ馬待ってます。ということでございます。本当にですね、本日も今日、素敵な出演者の皆様と共にお送りした月曜シャンソンコンサート、本当に皆様、ありがとうございました。どうもありがとうございました。じゃあ最後にカメラの方へ向かって、はい、月曜シャンソンコンサート毎週月曜日ここさらば東京でやってます、うん、ぜひみんな一回来てみてね、よろしく。ほなかったら殺すわよ。お願い。青部屋ニュースチャンネル登録はこちら。お前のハートを打ち抜くせ。